チョコも入れていきます。アクがある程度出なくなりましたら、お醤油を足していきます。この状態で約20分間加熱します。20分加熱しますと、このように色がつきます。ここに山椒の実を入れていきます。ほとんど地がない状態になります。こちらで火を止めます。それではこちらを盛り付けていきます。こちらで完成です。